コンビニのさエロ本コーナーあんじゃん。はい。もう、もうあれね、あの、うん、俺のその送迎ルートのね、あのコンビニね、あの熟女ものしかないんよ。もうだからオーナーの好みやんって話して、そう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 、完全オーナーの好み。だってそんなわけないじゃん。だってエロ本コーナーバってこうねあるじゃない。で、うん、まあ何冊ぐらい置けんだろうな。はいはい、結構置けんじゃん。だって20冊ぐらいは、20冊ぐらいは置いてるやろ。三列が、まあ、4段ぐらいあるよね。そう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 、20ぐらい置けるのに全部熟女なわけないじゃん。なわけないね。なわけないじゃん。そんなめっちゃ売れてるかもしれんやん。全員の思考がだって熟女だけに傾くわけがないじゃない。だってそんなの。やっぱそのエリアがやたら老人が多いかな、どっちかだ。奇跡のエリアみたいな。ああ、奇跡の老人エリアね。そうそう。いやでも違う。だって老人でさえよ。老人、うん、老人こそ若い子みたい。いやまあまあまあ確かに。見ないはず。うんうん、そんなの誰も彼もではない。エロに関してはだってもう完全に性癖の世界だから、本当に多種多様よ、うん、もう年代関係なく、うんうん、だからその熟女のみなんてことはおかしい。だからもうオーナーが好きとしか考え、オーナーが全部多分チェックしてるんよ。全、ね、全その仕事だから、オーナー好きなエロ本を全部発注して自分で全部確認してる多分、うん、そう。でもさ、思うけどさ、うん、売れねえやんあれ。そもそもお米でやってた時期あるけどさ。いやまあ売れ確かにエロ本売れたことないな。売れない。いや うん、あるよ。あ、売れたことあるっちゃあるけど本当にたまーにね、うん、マジ。ああそう、売れないね。でも確かに売れない。あれでは本当にもうおじいちゃんとおじいさんの境目ぐらいの人が買ってくる、うん、あー、うん、まあそのスマホを知らない感じのね、うん、だからもう、うん、そもそもあそこのエリアに意味なんてないから。あ、確かにね。そう、確かに。何を置こうが、確かに。もうだから本当にだからもう割り切ってるのかもね、オーナーも。もう俺の趣味っていう、その、うん、俺の、うんうん、俺が読むために置いてるだけっていう。なんかこう会社からそのエリアを作らないといけないから作るけど、うん、そもそも売れねえんだから。なるほどなるほど、ね、趣味全開なのかも、ね、はいはい、趣味全開でいけてんの。なるほどね。売れないよな。だって誰が買うねんあんな。いや売れないね。売れないね。意味わかんねえし、うん、いや意味わかんねえしね。意味わかんないよね、うん、意味わかんない、ね、あれ買うの。あ、確かに。なんかもう俺ら世代はだってもうその映像に慣れちゃってるから、なんだろう、なんか静止画見たとてなんだって感じだよ。なんか見たとてなんかなんだろう、なんとも思わんというか。廃棄分もらえ。あ、ララさん、うわそれえぐ。ララさん、いやでも違う、ララ返さなきゃいけないんじゃなかったっけ。あ、返さなきゃダメ、確かだよね。雑誌とかは、はい、そう。ララさんお疲れ様です。ちょっと待って、お疲れ様ですのね、しょさ、あの今日の初コメが廃棄分もらえるのかなってどうなってんの。ボツです。そんな一回ゴミ箱に捨てればオッケーみたいな。廃棄置きました、じゃあ、ね、もらいますみたいな。返さなきゃいけない。返さなきゃいけないはず。本は確か、うん、そうだよね。本は返すはず。返品だったはずだよね。ね、まあ、じゃなきゃさ、コンビニに本なんて置かないもんな。売れねえし。漫画本とか誰が買うねんって話だし、ね。いや、間違いないね。もう今、もうさ、本とか置いてるけどさ、うん、コンビニ、うん。もう誰も買ってないんじゃないのって思うけど、だって立ち読みもないやん、今。確かに、立ち読みしないもんね。うん、今できない雰囲気あるもんな。うん、なんか、うん、特に禁止してるとこも多いし。そうだよね。結局なんか、それこそ5年前ぐらいよりはめちゃめちゃもういなくなったよね。いないね、確かに見ないね、うん、5年10年前は。10年前とかいたよね、結構。いたよね、いた。俺も知ったし。だからあそこに意味あったけどさ、もう誰も買わないから意味ないよね。俺もジャンプとかさ、だって電子版で買ってるしさ、うん、あ、そうだよね、うん、紙で買わなくなったから、そうだよね。紙の時はコンビニが最速だったからさ、うん、コンビニに買いに行ってたけど、今電子版出ちゃうとね。うん、今だってあの本ですら今だってスマホとかで読めちゃうからね。そう